川口サイエンクラブファーム G2 の実習区画です。大根が根の太さが今3センチぐらいになってきてますかね。これ白首の多分品種的にも細身の大根だと思われますけれども、そうですね、もう多分 1,2 週間すれば収穫できるんじゃないかと思いますね。地上に今10センチからものによっては15センチぐらい露出してきてますね。ものによってはもうこれあと1週間か2週間ぐらい収穫できるようになると思います。で、草をちょっと取った方がいいですね。であと人参の方もこれ草取りをしていただいて、でかなりあの葉の長さが今20センチぐらいになってきて、で根っこもこれ5ミリまでいかないと思いますけど 3,4 ミリには太ってきてると思いますね。そろそろ根と根もぶつかり合うと思うので、あの一箇所一本になるように間引きしていただいた方がいいと思います。でこっち側がサニーレタスで、これはまあ順調に育ってますね。で今あの葉の長さが 2,3 センチになってきているところです。これは当分このまま様子を見ましょう。